どうもどうも皆さんこんばんは、シャチクですって言ったところで、本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。てか今フルメタルめっちゃ可愛かったな。っていうわけでまあやっていきたいんですけど、本日は皆さんにお伺いしたいことがございます。うおー、めっちゃセミ鳴いてんなすっかり夏ですね。っていうわけで本日は皆さんに聞きたいことがあるんですけど、まあ聞きたいことっていうか質問かな。皆さんに動物の森あるあるを教えてほしいんですよね。っていうわけで、まあ、早速なんですけど、動物の森を初めて、あ、こういったものあるわとか、あ、これあるよね、そうそうあるあるみたいなことを、もしよければこの動画のコメント欄に書いていただければ非常に嬉しいので、皆さんよろしくお願いいたします。ちなみに本日のコメント欄、視聴者同士で別に絡んでも問題がないので、もし、あ、私もこれあるわとか、あ、俺もこういうのあったあったとかね、もしそういうコメントがあればぜひ共感してあげてください。まあ動物の森あるあるを実はツイッターで先日募集していたんですけど、ただ予想外にすごく多かったんだよね。なんかもう100件以上言ってるんだっけ、あれ。そう、100件以上ぐらいかな。だからまあそんなに来ないかなと思って募集したんだけど、さすがに紹介しきれないので大変申し訳ないんですけど、もしよろしければこのコメント欄によろしくお願いいたします。そう、動物の森あるあるっていう動画を出したかったんだけど、あまりにもリプライが来すぎてちょっとね全部紹介しきれないから、みんな頼むわ。まあまあ反響が大きいコメントがもしございましたら、そちらの方をまとめた動画も後日出す可能性もあるので、ぜひぜひ皆さん何個コメントしてもいいので、あ、こういうのあるわみたいなのがもしあればよろしくお願いいたします。あと初見さんがもしおられましたら、この機会にぜひチャンネル登録をして、これからも飛び盛り動画を見ていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。っていうかなんか陣平がさずっとこっち見てんだけど、なんだお前どうした、社長小村は虫取り大会、あー確かにそういえば虫取り大会やな全然関与してねえけど、っていうか熱盛でも虫取り大会とか釣り大会とかあるんかな。どうなんでしょう、なんか雰囲気的にはなさそうだけどね。ちなみにこの中は結構質素な感じになっているんですよね。うわー、出たー、雑な表彰台。みんな見て。3がめちゃくちゃ傾いてんだけど。おい、これさ、3番の人かわいそうじゃん。めっちゃかわいそうじゃないか。そして1も2も微妙に数字が傾いてるのがなかなか面白いっていう。はい、まあそういったところでね、全然虫取り大会に関与する気はないので、ちょっと村整備の方を進めていければなと思います。ちなみに、池が今右の方にあると思うんですけど、確か熱盛ってさ池が1個だけだっけ。なんかマップ見た感じだと池が1個しかなかった記憶があるんですよね。もし記憶違いだったら申し訳ないけど、ちなみに飛び盛では池が2つあるんですよね確か。っていうどうでもいい豆知識でした。っていうかさ、陣平絶対虫捕まえる気ないでしょ、さっきからうろうろしてるだけなんだけど虫取り網を持ちながらうろうろするみたいなね。あ、ちなみに陣平はアミーボカードで出しました。アミーボカードって熱盛でもあるんかな。まあまああるとは思うんですけど、問題は飛び盛で使えていたアミーボカードが使えるのかっていったところですよね。っていうか陣平がめっちゃ見てくる何よお前、めっちゃ見てくるやん。見て見てみんななんか歩きながら俺の方をちょこちょこ見てくるみたいな。とりあえずここにマイデザイン敷いとくか。そう、今ね、まだ村整備中なんですよ、この村。まあ、ぶっちゃけ、スイッチ版の道盛りが来年3月に発売なんで、こんなに急いで村整備する必要もないんですけどね、正直。そう、それなんだよな。最初、今年の9月ぐらいに出るかなと思ってたから、こんだけ急ピッチで村整備進めてたんだけど、ただまあスイッチ版が思ってる以上に遅いから、まあまあもうちょいまったりしてもいいんかな。そう、最近ね村整備ばっかやってんだよな本当に、マジでもう他のゲーム全然できてないからな。
ちなみにマリオメーカー2もやる予定なので、もしマリオに興味がある方がおられましたら、そちらの方を見ていただければ超嬉しいです。っていうかさ、マリオメーカー2の発売日っていつだっけ？そろそろ出るよね。確か6月発売とは聞いていたんだけど、具体的な日は知らないわ。ちなみに道盛りとは全然話変わるんだけど、マリオメーカー今までずっとやりたかったんだけど、やったことねえんだよな。そう、やったことないんですよ、マリオメーカー。だからむちゃくちゃ楽しみで、マリオメーカー2。ね。しかもあれ、自分でステージも作れるんでしょ。そう、それがね、めっちゃ楽しみなんだよ。いやー、早くやりてえな。まあまあまあ、道盛りと並行しながらマリオメーカーをやるつもりなんで、ぜひね、皆さん、マリオメーカーの動画が上がったら、見てくださいね。もう道盛りだけじゃなくて、ちゃんとマリオメーカーを見てもらえたら、超嬉しいので。あと、スプラトゥーンもね、またやりたいんだけど、物理的に時間がねえんだよな、なかなか。そう、スプラトゥーン、やろうかなとは思っているんだが、なかなか時間がなくてできてないこの現状がある。さあ、村整備はちょっといい感じになってきたんじゃないこれ。ちなみに、青バラ畑も作る予定ですね。どうしようかな、役場の周り全部青バラにしようかな。今考えてんだよね。まあ、とりあえず、青バラまだ栽培できてないので、取り急ぎマイデザイン埋めとくか。もう困った時のマイデザインみたいな。ね。みんなあるあるじゃない？とりあえず、マイデザイン埋めとこうみたいな。花とかがねえわ。花でごまかしとくか、みたいな。花じゃねえわ。マイデザインでごまかしとくわ、みたいな。ね。そういうのあるでしょ。多分。いやー、けど、道盛りってやっぱり、こうやってコツコツ村整備してる時が一番楽しいよな。そう、こういう地味な作業、実はね、僕結構好きなんですよ。どうしようかな、これ。ここら辺はもう完成でいいよな。そう、ここら辺はね、しっかりできてんだけど、村の右側かな。そう、右側と上の左側かな。で、まあさっきのエリアがまだちょっとね、できていないので、そこをやっていかないといけないんだよね。あとは、今、芝生らしきマイデザインをここに敷いているんですけど、芝生のマイデザインも作らないといけないな、これ。まあ、誰かからもらえればそれ使ってもいいんだけど、自分で作るか、これ。っていうか、今の捕まえられなかったんだが。とりあえず、どうしよう、これ。右の方行くかな。まあ、割とね、整備はできてきたんだけど、まだまだですね。ちなみに、花の栽培は、右の海岸の部分でやってますね。あ、そういえば、今回花の栽培って結構変わりますよね。あ、ちょっと待って、くるみさん来た。みんなごめん、飯食ってたわ。みんな晩飯何食った？晩飯か。けど最近ね、割とコンビニ飯が多い気がするわ。そう、体に良くないって分かってんだけどな。最近マジでコンビニ飯とか、あとはスーパーの惣菜とか、そういうのが非常に多いですね。まあまあまあ、うまいっちゃうまいんだけど、体にどう考えても悪いよな、コンビニとか。ちなみに昼もコンビニなんだよね。どんだけ体に悪い生活を送ってんだよっていう。いやーマジで、将来癌にならないか心配だわ。そう、最近ね、将来癌にならないかめっちゃ心配なんだよな。こんだけさ、食品添加物取ってたら、なってもおかしくないからな、本当に。ちなみに、すごくどうでもいい話だけど、僕の一番好きなコンビニはファミリーマートですね。セブンイレブンっていう人が結構いると思うんですけど、正直ね、セブンイレブンの弁当はあんまり好きじゃないんだよね。あとパンも最近高くなったからさ、あんまり好きじゃないね。まあまあまあ、僕割とね、ホットスナック食べるので、まあファミマ派かな、どちらかというと。まあファミリーマートのファミチキを食べるみたいな。ちなみに、さらにどうでもいいことだけど、僕はエルチキは全く食べません。本当に食べない。エルチキさ、そんなに美味しくないよね。なんかファミチキ食べちゃうと、もうファミチキしか食べれないみたいな。まあまあ、そういった雑談はさておき、本日はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をしてない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。